はい、本日はですね、ゾイドバッグの紹介をしていきたいなというふうに思います。で、早速ですね、そちらがこのバッグになっております。で、まあ、パッと見た感じ、いや、ゾイドバッグ？これ？アホな俺いらんわっていう方もいらっしゃると思うんですけど、これ最後まで見ていただければ、あ、これ、俺にはいるわって思うかもしれないですし、思わないかもしれないです。それはわからないんですけど、僕は個人的に、あ、これ誰かには絶対合うやろうなと思って、今僕が一応持ってるのが S サイズ、M サイズ、L サイズで全部大きさが違うだけで、形はまあ一緒なんですけど、まあそれの紹介をしていきたいなというふうに思います。はい。ではですね、まあまずこれがどんなバッグなんかっていうと、まあ例えばリュックとかってあると思うんですけど、リュックの中とかって、例えばですね、こんな感じでガバーっと開くけど、なんか小物入れるには入れる場所がないなみたいな感じのってあると思うんです。だから例えばパソコンとか水筒とかあと書類とかそういうちょっと大きいもの、形が大きいものって結構入れれると思うんですけど、それ小さいものを入れるときにこのゾイドバッグが生きるっていうことになってるんですけど、それを今回 L サイズから順番に紹介していきたいなというふうに思います。なので今日の順番としてはどれぐらい入るのかっていうのを見て、その後特徴を知って、最後デメリットでどんな人に似合うのかという順番でいきたいなというふうに思います。でこの L サイズがですね、これ結構大きめになってて、実はこのサイズって7リットルになってるんですけど、まあ、7リットルってどんなもんかっていうと、僕が今普段履いてるこのサンダルですよね。サンダルとか靴がすっぽり入るぐらいの大きさになってるので、例えば学生の人やったら合宿の時の靴箱というか、シューズボックスというか、シューズ袋としても使えるし、で、登山とかされる方はこう着替えとかもそうですし、あと、出張の方も着替えとか入れると思うんですけど、これ僕今中身パンパンに入ってるんですけど、これ何が入ってるかっていうとですね、実はこれ開けると、こんな感じで白 T がどっさり入ってて、これ実はですね、白 T1 週間分入ってるんですよね。で、おいおい、それはまた嘘やろって思うとは思うんですけど、これ1週間分、7枚分きっちり入ってて、まあ、先にどんな感じで入るんかっていうと、これやったらですね、もうすっぽり入るんですよね。こんな感じですっぽり入っちゃって、で、まだまだ余裕もあるっていう感じになってて、まあ、ほんまに7枚入ってるんかっていうのをちょっとまあ確認したいなと思うんですけど、はい、では見ていきますね。1,2,3,4,5,6,7 という感じで7枚が7リットルやったら入るっていう感じで、まあそれ以外には靴とかも入りますよというぐらいの大きさになってるのがまず L サイズの7リットルです。で、次の M サイズはこちらですね。これが 3.5 リットルで、まああえてちょっと色を変えたんですけど、これがちょっと何色やったか忘れましたが、ちょっと一応動画説明欄には貼っときます。何色って。何色かちょっと忘れたんで、これ適当なこと言うと後でコメント欄で色間違ってますよって言われるので、なのでここではあんまり適当なことを言わないようにしておくのですが、まあこうやって開けていくと、まあ、今僕は機材入れてるんですけど、このマイクとか、あと充電器とか、あとはケーブル類ですね。まあ、こんなんが入ってるっていうことになってて、まあ、普段であればこの 3.5 リットルっていうのがですね、例えば財布とか楽勝で入りますし、すっぽり、こんな感じですっぽり入りますし、まあ、さらに、あとサングラスとか、で、それ以外にあとジェルとか、そしてタオルとか、入れれるぐらいの大きさになってるので、これは用途によっては着替えにもできるし、まあ、小物にも入れできるので、まあ、幅は広いと思うんですけど、こんな感じで使えるというのが M サイズの 3.5 リットルですね。次 S サイズに行きます。で、次これが S サイズの 1.5 リットルですね。で、これも何色か忘れたんでまた下に貼っときます。はい。で、これがですね、 1.5 リットルやったら、まあ、僕今これまた機材入れてるんですけど、こんな感じ充電器とか、充電器、これ GoPro の充電器ですね。で、充電するやつとか、あと一眼レッレフ拭くやつとか、まあ、そんなに入ってるんですけど、まあ、普段とかやったら、例えばよくカバンの中に掘り込んでどこに行くかわからへん、そこの方から出てくるアイテムナンバーワンとしてガムですよね。これガムってそこの方からぺっちゃんこになって出てきますよね。では例えば印鑑とかで、ミンティア、これいつのミンティアかわからんミンティアとかもありますもんね。で、あと例えば薬とか、こういうの入れてもまだまだ余裕なんですよね。まだまだ入るっていう感じなんですけど、ただこの 1.5 リットルの大きさやと財布は入らないんですね。長財布はちょっと厳しい。もし入ったとしてもそれ以外は入れれないっていう感じになってるので、財布とか入れるっていうよりかはこういう小物ですよね。 AirPods とかこういうのを入れておいて、リュックの中に掘り込んでおけば、これを出すだけでそういう小物が全部入ってるっていうことになってるので、これが一番使い勝手が広いというか、使う用途が広くて、例えば女性の方やとかやったらポーチとかにもできると思いますし、それこそ男性の方は出張のアメニティというか、シャンプーとかリンスとか入れちゃって、で、歯磨き粉も入れちゃって、なんていうの、もう一個歯磨き粉も入れちゃって、で、アメニティグッズとしてこれは持っていくという感じでも使えたりするので、
まあ人によったらもうこれは完全に通帳だけ入れるとか、通帳と印鑑入れとくみたいな感じの使い方もできるので、これこのゾイドバッグ結構意外とこれ見てもらった感じで、あ、意外と使えるやん、ちょっと良さげな雰囲気出てるやんけっていう感じだと思うんですけど、ここから次は特徴をお話していきたいなと思います。で、これがですね、まあ特徴のまず一つ目としてはですね、生地感がちょうどいいんですよね。薄くもなく分厚くもないっていう感じになってて、一応生地感としては160デニールと320デニールなんで、まあジャケットに使われるような生地感なんで、まあめちゃくちゃ薄いかって言われたらそんなこともないけど、カバンにしてはちょっと薄いなっていう感じで、だけど強度はあるので引っ張っても大丈夫ですし、あと例えばこういうコード類の先ちょっと尖ってるじゃないですか、こういうのがガンって刺さったりしても破れたりはしないので、やっぱりビニール袋とかやったらそんな破れたりするじゃないですか、ペンとか入ってたりしても、そういうのはこのカバンとかではないので、まあ分厚くもないけど薄くもないっていうことで、逆に分厚すぎるとガシガシしてて物入れにくいと思うんですよね。だからまあ中央いいような生地感になってるっていうのが、まあまず一つ目の特徴かなと思います。で、二つ目がですね、これ面白いんですけど、よくよく見たらですね、これ台形にできてるんですよね。この、まあ見てもらったらですね、こう真四角じゃなくて、台形にできてるっていうのが見てたらわかるかなと思うんですけど、これ何かっていうと、カバンとかに背負うときって、こういう風に入ったら綺麗に背負うじゃないですか。リュックとかってこうあると思うんですけど、これをこう入れるんじゃなくて、こういう風に入れてあげると、しっかり背中に背負うように入ったりとかしますし、あと台形なんで隙間とかに掘り込めるんですよね。けどまあ四角のカバンとかでも全然掘り込めるんですけど、四角のカバンってこういうとこ折ったりしないとダメなんですけども、台形なんでそもそも形がいびつなんで、全然隙間とかにヒューって入れていけるので、こういうところとかっていうのも結構良かったりとかしますし、それは、この M サイズもそうですし、 S も L も全部同じなんですけど、台形にできてるっていう感じになってます。で、次の特徴がですね、こういうカラビナみたいな感じのやつにカチンって入れたりするので、例えばリュックのどっかに引っ掛けてあげて、こんな感じで、あのアウトドアとか登山とかやったら使えると思うんですけど、こういう感じでも使えますし、まあこれはクリッパなんで使い方としては違うんですけど、まあそういう紐がついてたりとか、あとですね、こういう紐があるのが、こうジップだけのやつってあるじゃないですか。そういうのって冬場手袋とかつけたりとかした時ってもう掴めないんですよね。だからいちいち手袋外して取らなあかんけど、こういう紐があったら手袋つけててもピュッと取れるし、なおかつこれがあるからピュッて出せるし、で次こっち側やるときはこっちのタグあるんですよね。ミステリーランチってタグが書いてるんですけど、ここを持ってですね、ピュッて引っ張ってあげると、どっち側からも開けやすいし閉めやすいって感じで、これまあ手袋つけててもできるやろなっていうのが、まあこういうの登山とかやったら多分嬉しいかなと思いますし、あとまあ売人の方ですよね、売人の方とかもまあこういう風にしてればこっそりとカバンを開けたりとかできるので、こういったまあなんてことないところなんですけど、微妙にあれば嬉しいっていうようなまあ機能がついてるという感じになってます。で、次がですね、こちらも値段なんですけど、 S サイズであろうが M サイズであろうが L サイズであろうが全部1000円台で購入できるということで、若干値段は上がっていくんですけど、多分1300円ぐらいとか1500円ぐらい、1800円ぐらいみたいな感じで、全部1000円台で買えるということで、まあ、ちゃんと今まで言ったような特徴があるし、ミステリーランチっていうちゃんとしたブランドやのに1000円台で買えるってことで、最初動画見てもらった時はなんやそんなもんいらんやんって思ったかもしれないんですけど、ここまでお話聞いてもらったら、あ、ええやんそれって多分全然変わってたりすることもあるかなと思うんですが、コスパ的に考えてもこれは結構いいかなという感じでは思います。どのサイズかは絶対ハマると思うので、まあいいかなと思います。で、次がですね、デメリットっていうことなんですけど、まあデメリットはですね、そんなめちゃくちゃあるわけじゃないんですけど、まあ唯一あるとしたら、これ別にメインで持つようなカバンじゃないので、このカバンの中には小物とかを入れるような仕分けとかはもう全くないので、まあ唯一デメリットはそれぐらいかなと思うんですけど、まあ用途的に考えたらそもそもこれが小物入れやから小分けする必要はないんですけど、まあデメリットって言ったらそれぐらいかなという感じでは思います。まあなので、おすすめの人としては、最初言ったみたいに旅行行きはる方とか、出張しはる方とか、あとアウトドアで使いはる方とか、まあ、それ以外にはこういったこう小物ですよね、小物とか、まあ、学生の方とかも多いと思うんですけど、小物とかこういうの持ってはったりとかしたら、カバンの中に行ったらもうほんまにブラックホールかのごとくそこの方に入っていっちゃって、もう次出てくるのは数ヶ月後なんで、まあ、そういう方とかには結構おすすめやと思うので、特に小さい S サイズなんかは人によって使い方はもう全然違うと思うので、まあ、僕は今回アメニティとか小物って紹介したんですけど、まあ、個人的にはこれは僕は充電器入れとして使ってるんですけど、本当人によって使い方は全然違うので、結構おすすめというか使い方によっては全員おすすめかなという感じでは思います。まあ僕も最初これ見た時に、なんてことないカバンやんけと思ったんですけど、使ってみたら、あ、これめっちゃええわと思って、人によって用途が違うから、まあどれが合うかどれが合わんかはサイズは人によって違うけども、こういう小物とかって絶対入れる場面って絶対あると思うので、まあこれは結構おすすめかなという感じでは思います。あ、デメリットとしてはですね、もう一個ありました。これちょっとやっぱり色味見てもらったらわかると思うんですけど、結構ミリタリー寄りなんですよね。だからそういう意味ではちょっと綺麗めな服
ことを合わせるとなるともうブラックの一択しかないと思うので、普段カジュアルでリュックとかに合わせる方であれば全然問題ないと思いますし、まあ、ビジネスで合わせるスーツの方とかやったらもうブラック一択になっちゃうかなと思うんですけど、まあ、カラーのバリエーションに関してはちょっとファッション性が限られるっていうところはまあデメリットかなという感じでは思います。まあただ値段的に考えたらかなりコスパはいいと思うので、まあ、こういう小物を探してたっていう方には参考にしていただければなというふうには思います。はい、ということでですね、まあ、ここまで見ていただいて、まあ、最初はまあまあそんなもんかと思ったけど、ここまで見たらおー確かにいいやんけと思った方はですね、まあ、下に動画説明欄にちゃんとしたカラーとかも貼っときますし、あとまあ僕が購入したリンクとかも貼っときますので、まあ、興味ある方は見ていただければなというふうには思います。まあ、僕も今回ゾイドバッグを通じて初めてミステリーランチというブランドを知ってですね、まあ、アウトドアの中では結構有名やとは思うんですけど、まあ、あのリュックとか見た感じでは僕はあんま個人的には好きな感じではないので、まあ、リュックとかが変かなとは思うんですけど、まあ、こういう小物とかは、まあ、あって困るもんじゃないかなと思ったんで今回紹介してみたという感じになっております。はい、ということになってますので、本日はですねミステリーランチのゾイドバッグを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。